やばいよ。やばいよ、これ。やっちまったな、これ。やっちまったな。おはようございます。本日はちょっといつもと違った起き方なんですけど、まあ、何があったかっていうと、エアコンと電気つけっぱなしで、寝落ちしてました。うん、昨日の夜8時半くらいから寝てたんで、今3時半くらいで、勝手に目覚めたんですけど、めちゃくちゃ喉が痛いです。エアコンつけっぱなしだったんで、多分。まあ、奇跡的にね、早起きできたんで、まあ、不幸中の幸いかなっていうふうに思います。今日一日ね、ちょっとスタート悪いですけど、頑張っていきたいと思います。それでは今日一日、スタート。どうですか、この明るいリビング。やってもうた！はい、見ての通りですね、昨日の夜のうちに、洗っておこうと思った洗い物がね、たくさん残っておりますので洗っていこうと思います。やっぱオフの日とかは意図的に寝落ちするんですけど、練習ある日に寝落ちしたの久しぶりですね。はい、それでは今日もスムージー作ってきます。あっ、お前はマジでしょうもないで、本当に。今日はビオの方を使いたいと思います。ベリーミックス、豆乳、ラズベリー大暴れしてんな、これはい、着替えます。はい、いた、着替えました。はい、ストレッチしてます。最近ね、練習でやっと細かいステップとか、まあ、ジャンプとかできるようになってきて、まあ、結構激しい最近練習が続いてるんですけど、やっぱ久しぶりに動いたもんだから、もう筋肉痛がやばくて、これもう歩くのも痛いみたいな。そうそう。はい、それでは、今日もグラウンド向かっていきたいと思うんですけど、でね、この道のり結構あるんで、朝練行くまでに聴く曲っていうのが僕決まってて、何かっていうと C&K のみかんハートを聴きながら、練習に向かいます。はい、グラウンド着きました。現在の時刻5時5分、気温1度です。頑張ります。これ取ったわ、取ったわ。うわ、あかん。ちょっとな、肩持ってくるやつだ。えぐへん。あー、ここだ、ここだ。次ね、はい。あー、離れた。うわ、うまい。
どうすればいいの俺は。練習終了です。よし、ただいま。ちょちょちょ、今日の飯何？今日の飯は何？どうもサディオマネです。本日はですね、料理を作っていきたいと思うんですけれども、今日は、サマンササバさん、サバを食べていきたいと思います。僕の地元、セネガルではですね、ノンフライヤーでサバを焼くっていうね習慣があります。スタートだ。どうも、2歳の頃にオランダ全国相撲大会、U18 の部で優勝しましたファンダイクです。今日はですね、卵焼きを、作っていきたいと思います。卵を割ります。オランダでは卵を頭で割るという文化があります。僕のヘディングの強さはここから来ているのかもしれません。朝に炊いた炊き込みご飯を見ていきましょう。わー、サバができたみたいです。わー、はい、完成いたしました。それではいただく。ベジファーストを忘れないように。ほら見てこれ、卵焼きにチーズ入れたらこんなになる。原宿か新大久保でしか見たことないよ、このチーズの伸び方。すごいなこれ。ちょっといただきます。でキムチ豆腐、いつもなんか朝ごはんとか同じで飽きないんですかって結構聞かれるんですけど、ちょっと朝ごはんが同じなのには特別な理由があって、何かっていうと、これしか作り方知らないんですね。スティーブン君のねチャンネルを今動画見てるんですけど、なんかスティーブン君あるあるにハマってるらしくて、ちょっとね僕も朝ごはん食べてるってことで朝ごはんあるあるを言いたいと思います。はい、皆さんこんにちは。朝ごはんにスムージー飲む女、ふくらはぎ太い。ごちそうさまでした。それでは、先輩の車に乗って、まあオンボロ車ですね。おい、オンボロ車に乗って、おい、ということで行きたいと思います。さあどこ行く。テンションすごいな。家系、二郎系、イタリアン系、中華系、ナポリタン、熟女系。ナポリタン系って何や。ナポリタン系ってイタリアンちゃうのそれ。イタリアンちゃいますの。いやー春ですね。あ、俺何でも知ってるよ、言ってくれれば。何系とか、ああ大体俺頭の中には入ってるから。じゃあまずはイタリアン、イタリアン、イタリアンって言ったらまあ一個有名なのあるけど、まあまあ穴花とかあるけど、三好の。じゃあなんかね、他何系かで言ってくれればどんどん出すし。じゃあなんかやっぱおしゃれな、おしゃれ強いな、うちそれ、そのジャンル強いな俺。おしゃれ、おしゃれの何、おしゃれの香ばしい系とか。おしゃれのかぐわしい系がいい。え、かぐわしい系、かぐわしい、うん、どういうことだ。石焼きステーキ全員にやってまいりました。うまっ。今スタバのドライブスルーにいるんですけど、混みすぎだろ、テーマパークかここはって思いましたね。これめちゃくちゃうまない。うまっ。いやそれは普通で。初めて飲んだ抹茶でしょ所詮。はい、これね、マン、うん、まこれ、うわ。いや違う大声選手権じゃないから、大声出した方がうまいみたいにないから。可愛い子見たからめちゃくちゃテンションやってるね。やっぱねスタバに可愛い子いましたね。えぐい、マジで可愛い。スタバってこれがあるからね、やめれないよ。いやこれ結びつけたいね。いや本当に頼む、収穫なんてしてる場合じゃない。
それはしろ。さあ海にやってまいりましたけども、風の音でおそらく僕の声は聞こえてないでしょう。この海、今海でね、一番面白いゴミを探そうってことで、今ゴミをね、面白いゴミを探してるんですけど、なかなかないですね。はい、はい、何ですか、何で持ってきたんですか。やっぱ誰かが作った船船何かしようとしてたってことは、確かに確かに、いつのか分かんない。素晴らしいよ、これはもうスペインのかな。そう、スペイン、あ、ちょ、韓国でこれ見てみ、ハングル文字書いてあるわ。え、こっち韓国でだ、やばいか、韓国でだ、これ政治的問題だ。今夜の8時なんですけど、まあ、今日はちょっとね、まあ、怪我人ってこともあって運動量なかったし、まあ、お腹もあんま空いてないんで、ちょっとヨーグルトとバナナ、豆乳、を飲んで、夜ご飯にしたいと思います。うん、はい、ということでね、動画もね、終盤になってるんですけど、今日実は4月10日土曜日なんですけど、北信越大学サッカーリーグね、開幕戦の日だったんですけど、まあ、ちょっといろいろな事情がありまして延期になったんですね。で、他のチームは、予定通り、今日開幕戦が行われたということなんですけど、去年、1位だった新潟医療福祉が今日引き分けたと。で、そして去年2位だった北陸大学も引き分けたということで、やっぱ初戦の難しさもあったと思うし、なんだろうね、本当に今年は面白い、まあ、リーグ戦になるなっていうふうに思いましたね。まあ、自分たちはね、再来週、大学サッカーリーグ始まるんですけど、その相手が、今日ね、新潟医療福祉大学と引き分けた、金沢学院大学っていう、大学と当たるんですけど、力がある大学だと思うんで、ちょっと気抜かないようにね、本当に、練習からね、しっかり、まあ、集中して、チームを作っていけたらなっていうふうに思いますね。はい、っていう報告でした。はい、ということで、1日が終了しました。先ほども言ったようにね、再来週から、大学サッカーリーグが始まるので、しっかりとまずは、怪我を、完治させて、自分のね、いい準備、できる限りの準備を、していきたいと思います。本当にね、初戦大事なんで、まあ、自分の過ごし方、練習の取り組み方を、徹底してやっていきたいと思います。ということでね、皆さんもね、大事な時期だと思いますんで、一緒に、みんなで頑張っていきましょう。ということで寝たいと思います。ツイッター、インスタグラム、概要欄の方に貼っておりますので、よろしくお願いいたします。では皆さん、寝ましょう。おやすみ。